今日本で突如有名になった中国人がいた。すげえ、ノリノリだ。あれはとんでもねえです。なんでそれができるのを全部やっちゃうみたいな。全部カンカンって有名なんですか？日本人なら日本人ならみんな知ってる。こいつすげえみたいな感じになって、有名になってった。わざわざ今日はカンカンのために来たんだよ。しますですけど、ね、応援してます。はい、カンカンは、はい、真面目な時は真面目、うん、ちょっとネタっぽくなるときはネタっぽくなるっていう、なんかスイッチがはっきりしてる子だったので、日本でも人気が出る選手ですし、世界中見てもすごくこう花のあるエースプレイヤーだと思います。日本人が絶賛する e スポーツプレイヤー、四川省出身のカンカン。中国で有名なチーム EDG のデュエリスト。私はこれまで e スポーツにはあまり興味がなかったが、カンカンの日本での人気を見てもっと知りたくなり、大会を取材することにした。大家好，我今天来到了我的老家千叶县的一个七八道门，这里经常办一些大的比赛。我今天要参加的比赛是五位七月东京大师赛。这个Valorant Masters 东京，这是现在在日本非常非常火的电竞全世界的比赛，在这儿办。Valorant は今10代から20代の若者に大人気だという。それ日本で流行ってるってことですか、このゲーム。めっちゃ流行ってます。全プレイヤーの中の人口も結構割合が多いんですよ。日本が一番多分。あ、そんなに流行ってんの。まあ、僕はまだやったことないんですけど、とりあえず見に来ました。めちゃおもろいっす。面白いですか。めちゃおもろいっす。はい。女性もやるんですか、結構。女性めちゃめちゃ多いですね。あ、そうなんですか。那我有一个疑问啊，这里是明明是千叶县，为什么叫东京呢？就像东京迪士尼一样的哈，大家都看不起千叶县，尴尬了，大家都不想叫千叶大师赛，不要看不起我的故乡好不好？如果说千叶的话，没有吸引力，你知道吗？啊，对。あの日本人です。日本人です。いやいい、だって、ね、中国語喋ってたからね、外国人だと思いますよね。すいません。はい。すごい、好多人。哇，全是粉丝。哇哦，这么多。それ、ね、取材で来てるものなんですけど、これ何ですか？これバロラントのキャラクター。好きなんですか？可愛くないです。バロラント好きです。それ見てるのが楽しいですか？やるのが楽しい。まあ、うちらは見てるだけです。見てるだけ、うん。でもその銃のゲームっていっぱいあると思うんですけど、うん、そのバロラントはどういうところが面白いんですか？そのキャラによって、はい、なんかアビリティって技術的ななんかのがあるんですけど、はい、それをどう組み合わせるかによって全然変わってくるのが、はい、面白いかな。組み合わせね。うん、ああ、なるほど。それだ、导演。是。我也是我住的那。啊，是吗？啊，感谢感谢感谢。这写什么？要打就来。啊，要打就来。哦。这个呢？啊 ，EDG 加油。哦。就你们是谁的粉丝 ？EDG 的谁的粉丝？啊，康康。啊，康康啊，康康。所以听说这个游戏在日本很火。就这个非常火。非常火。对。它就是下一个英雄联盟。哦，是吗？对。FPS。到这个级别吗？我觉得他是能到这个级别的。
午後、カンカンが会場に到着する時間がやってきた。是那个他吗？是这个车是吧？この車ですね。来ました。EDG が来ました。EDG が。是吗？カンカン吗？你好，你好。我是钟内亮，我是日本人。啊，对。你好。来拍你的，专门来拍你。今天加油加油。谢谢谢谢谢谢。直接。好年轻啊，看看他多大呀？哇靠，何歳？19。哇，ね、俺の握手した時なんか中学生かなと思ったよ俺。あ、めっちゃ若い。运动选手的，我的妈塞，就像运动员一样的呀，啊。まだそこで練習してますよ。在那训练。他这个手是怎么回事？会有受伤的吗？不是受伤，他只是这两天的话活动过多了之后，手腕这边有点反应，所以适当的用膏药给他缓解一下反应。哦。所以你是专门给他们就是做治疗的队医是吧？对对对。啊，我有带那个。所以你一直跟着他们。对，一直跟着他们。啊，是我在刚才就按摩啊什么的。啊，调理一下，我们赛前都会有一个调理的一个阶段。明白。e スポーツファンの同僚からもし会えたら絶対インタビューしてくれと聞いていたレジェンドプレイヤーを見つけた。就是听说您是那个嘛，就是英雄联盟的那个非常有名的队员嘛，所以你为什么这次来看这个五月？一方面的话是我自己也玩这个游戏，我觉得大师水平吧。另外一方面的话就是由我们组队 EDG 嘛，所以说就过来给他们加油。那你觉得这个游戏会火吗？我觉得肯定会很火的，是这游戏，因为这游戏的其实受众面还是挺广的。对，一方面的话，它的人物其实还是比较可爱，我觉得女孩子会喜欢。然后游戏内容的话，其实就是比较硬核的那种，然后男孩子就比较喜欢这种游戏，我觉得。EDG の対戦相手は韓国の T1。 彼らは別のゲームリーグオブレジェンドの試合で何度も対戦しており、 EDG の宿命のライバルと呼ばれている。来来来来、中国中国、加油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 。バロラントは一人称の視点で戦う5対5の戦術シューティングゲーム。プレイヤーはさまざまな能力を持つヒーローとなり、5人力を合わせてチーム戦だ。相手の5人を全て倒すと1ポイントゲット。先に13ポイント取った方が勝利。最初は力が拮抗していた両チーム。その後 EDG は大きくリードされ、対戦相手はあと2ポイント取れば勝利というところまで来た。観客たちが T1 チームの勝利を確信していた時、突如 EDG の猛攻が始まった。电竞就这样，预测不了，是吧？能预测的就没什么意思，是不能预测的是。EDG
が勝利まであとワンポイントまで来た時、手痛い失敗。試合は延長戦に持ち込まれた。すげえ、12対12、シアビシア、めちゃくちゃすげえ。わお、就是最后一场，哇哈哈，有没有心跳的感觉？心对，心跳很快。最后一场比赛，最后一场。对对，对谁都是绝杀，你都会，看谁绝杀谁。加油！哎呀！我们剩下五个人，最后这边三个人。T1 チームはまだ一人も倒されておらず、EDG はわずか3人しか残っていない状況。勝負の行方は。負けた。すげえ悔しそう。簡単。試合後の記者会見、選手たちの表情は暗く、会場は重苦しい雰囲気に包まれた。まあ、まだ終わってないからね、明日もあるし、明後日か。翌日、私は EDG メンバーの宿泊ホテルを訪ねた。おー、チャーズ、你好。おー。昨天几点睡了？不知道，七八点。七八点？那就今天早上。是的。做什么？就训练还是睡不着？可以。睡不着，下来打了会儿，打了个卡。明日は最後の試合。負ければその場で終了。即帰国決定だ。甚至是我们打得很僵硬，没有决策，意识到问题了，我们也没有去抛出来解决方法。留出来的自由人也没有去帮忙把这个点给点出来，甚至是去解决。而且在比赛的时候已经应验出来了，它是个问题。想办法解决，而且你们都知道。我们封烟，我看看射手，来吗？射手。妈，下底没人，他警家推了个大。其实对于我来说，现在电竞是什么？就是赢。你如果赢不了，你如果做不了任何东西。那你做这件事情的目的是什么？电竞选手，你就跟普通运动员一样，你就是要为了赢而生的。嗯，就昨天比赛的结果跟爸妈说了吗？说了，他们在看啊，他们每次比赛都在看。是吗？不仅是我的爸，其他赛区的那些比赛，我爸爸妈妈都会看。为什么？爸妈应该只关心自己的孩子的比赛吧？其实，他们现在的想法从以前都不理解吧，到现在。也会关注其他赛区的比赛，让我去学习，让我去看那种东西。他们会告诉我，你可以去学习谁谁谁，他们打得也很好，他们打得很聪明，就是会让我去学习，会督促我去学习。所以说我在踏上这条道路的时候，我爸妈没有选择去质疑我或者什么，他们选择的是更加了解电子竞技这个东西，然后在他们力所能及的范围里面来帮助我。你的父母也很厉害，但你也很厉害，你也懂父母的心情。那明天还有一场比赛，你的目标是什么？赢下来吗？明天的比赛。对啊，赢下来。如果不赢下他们，我们就得回家了，是吧？嗯，明白。午后5时，
試合開始。关键的时刻来了 ，TTT 的第二场比赛马上开始。今日の対戦相手はウクライナのチャンピオンチームである強豪ナビダ。さて本日どちらが脱落するのか。チーチが見る。どうも誘い出している。前に出る。強気に勝負するしかないですね。おお、カンカン。カンカン。逃げて。これが世界よ。ヒーローズバイだ。そう聞いたシルエット。わ。この日のカンカンはいつもと違う。彼は狙撃銃を駆使して相手が思いもよらない戦いを見せた。あれば軽いでしょう。ないぞ。ないのか。やはり取れないのか。エドワードゲーミング。ハード。審判。追撃。コーマル。気合の中国。コーマル。構わない。壊したか。最後の時。同点。勝負の時。勝負の時。ゼロ距離当てろー。ダブルキル取れない。ここは水月若葉ガンガン3人目腕の差を切った。これがテレストだ。世界最高峰のスナイパーです。的確です。世界最高峰のスナイパーです。当てますよ。シーネットは過去味わっています。前に自分を避けたこと。ローマリーEDG の勝利まであと1点と迫ったとき、相手が突然の反撃、同点に追いつかれてしまい、昨日と同じく延長戦に突入した。また12対12終わんねー。果たしてどちらが勝つのか。満員のファンに埋め尽くされた会場に緊張の時が流れた。裏からノーマリー追撃されるか。フラッシュが入る。フラッシュの構えで審判されるか。使わない武器を使ってガンガンこうなんていうんですかね、もう相手の一瞬の隙も甘えも許さないって感じですね。めちゃくちゃ攻めていく感じで、いやできたらいいなっていう神の領域みたいな。恭喜恭喜！不错。OK。不错。Okay。哎呀！我赶紧赶紧！赶紧我爱死你了！这一句，哥们儿，我太爱你了！我爱你！我爱死你了！可以吗？为什么把中间留给我？このカンカンの表情、わかりやすい選手だ。每一场比赛。要燃烧我自己的生命，对于我来说，只要我拼尽全力，我带动队伍的气氛，我们就能赢下比赛。我今天看了你们的比赛，特别的感动，特别的兴奋，所以我想问看看《无畏七月》的这个游戏的魅力，独有的魅力是什么？对于我个人而言，是创造一个在游戏里创造无数的 highlights， 你可以在游戏里面创造。你想创造的任何一切，对于我还最直观的光的就是那种想法，就是我喜欢站在巨王的肩膀。私は今まで e スポーツはスポーツと名はついても結局ゲームの延長線上だろうとどこか偏見を持っていた。しかし今回の取材を通じてその考えは覆された。 e スポーツに国境はない。
これからもカンカンら EDG の活躍が人々を熱狂させ、世界中のファンたちの交流がより深まることを期待する。